こんにちは、アミチクラボのユミです。ですね、久しぶりに新しいかぎ針を買ったので紹介します。はい、チューリップさんの、エティモというシリーズのかぎ針なんですけど、なんとサイズが 4.5 号と 5.5 号と 6.5 号と10.5 号全部、今まで持ってなかったサイズの針です。でこの間の 2,3 日前に、ツイッターの方でチューリップさんが新商品ですって紹介されてるのを見て、すぐに楽天の方で、楽天のね、毛糸手芸の店寺井というお店で買いました。なんかね、10.5 号は多分前からあったのかな。この3種類がおそらく最近出たものなのかなと思います。で、まあ、小刻みにかぎ針をいろんなサイズを持つことは、どういう風に使うかというと、本とか編み図を購入して編みたいものを編むときに最初ゲージを取ると思うんですけど、そのゲージを取ってみて、例えば指定された糸とか、まあ、指定された糸がちょっと手に入らなくて似たような糸を見つけて、これで編もうってしたときにゲージを取ってもこうなかなか目数段数が合わないときがあると思うんですけど、そういうときに、手の加減をもちろんきつくしたり緩くしたりっていう意識することも一つの方法なんですけど、かぎ針のサイズを変えるっていうのも、調整方法の一つだと思うので、私はあんまり手の加減で変えるっていうのが得意じゃなくて、きつく編もうと思って編んだものって、こう気が緩むとかいつの間にか緩くなっちゃってたり、もうちょっと緩く編もうと思ってもいつの間にかきつくなっちゃってたりっていうのが結構あるので、せっかくなら、いろんなサイズの針を持っておきたいなと思って購入しました。で、普段はかぎ針は、クローバーのアミュレっていう針を使ってるんですけど、ちょうどこのね、間のサイズっていうのはアミュレにはなかったんですよね。で、7.5 号は浜中さんのこの両かぎ針があったので 7.5 号は持ってました。これで、多分今日本で販売されているかぎ針はだいたいサイズは網羅しているのかなと思います。せっかくだからかぎ針の形とかちょっと比較してみようかな。これは同じですね。チューリップのエティモっていうシリーズなので、4.5 号と4号。サイズの違いだけで、基本的な作りは一緒。で、これクローバーだった。クローバーの、アミュレと比べると、長さはちょっとだけアミュレの方が、長さはちょっとアミュレの方が長いですね。で、この鍵、針先の部分もちょっと、アミュレの方が長いかな。グリップの形状は、アミュレの方が太くて、こうやって見るとわかるかな。ちょっとね、形が違いますね。エティモの方は、楕円っぽい感じ。アミュレの方はちょっとこう三角っぽい感じがします。どっちもナイフ持ちできそうですけど、どうなんだろう。軽さはね、測ってみよう。そっか、サイズが違うから同じサイズで測った方がいいよね。アミュレが 7g、 エティモが 6.1g なので、エティモの方が軽いです。ちなみにダイソーの
4号かぎ針は 7.2g、 7.1g か、一番重いかな、まあ、ほんのちょっとの差なんですけど、結構こうかぎ針ってなんだろう、この針先の形とかなんか角度とかそういうもので結構こう編み心地が変わってくることがあるので、どれが一番使いやすいのかいろいろちょっと使って比べてみたいと思います。ヘッド部分の形、ちょっと同じサイズじゃないんですけど、これ 6.5 号でこっち6号なんですけど、左がアミュレで右がエティモ。ヘッドの形結構違いますよね。エティモの方が大きい感じはするかな。でも、とんがってる。意外ととんがってるから、あ、違うか。大きいのはサイズが違うんだ。この、鍵の、この角度が、アミュレのがこうなってて、エティモのがちょっとこう、開いてるような気がしますね。まあ、編んでてそんなに著しい何か違いっていうのは感じないんだけど、きっと編み癖によっては引っかかりやすさというか拾いやすさが変わってくるのかな。あとこの頭の部分、ここはやっぱりとんがってる方がきつい編み地も拾いやすかったりしますよね。ちなみにダイソーさん、一番右がダイソーさん、結構形が違う。というわけで、今日はこの新しく買ったチューリップのエティモの赤 0.5 刻みのサイズを紹介しました。ちょっとね、かぎ針は、向きになって編んでたら腱鞘炎になってしまったので、ちょっと今お休み中というか、棒針をメインで今編んでるんですけど、せっかく新しい針をゲットしたので、小物からまたちょっとずつ編もうかなと思っています。この、ゲージを調整するのに良さそうなので、こういう細かいサイズで欲しいなと思っている方、何か参考になれば嬉しいです。それでは、明日から息子は夏休みで、ちょっと我が家はどこにも行けそうもないので、のんびりと編み物でもしながらお部屋の掃除でもしようと思います。では皆さん、良い夏休みをお過ごしください。最後までご視聴いただきありがとうございました。